西鉄天神大牟田線の列車内から撮影する、矢部川矢部川は、福岡県の南部を流れる一級水系の本流である。源流部の矢部という地名に由来すると言われる。矢部の語源については、主に二つの説があり、定かではない。矢部市矢部村の三国山に源を発し、上流から中流域にかけては、地区飛山地の北園を西に流れ、 星野川などいくつかの支流を合わせた後、八女市において、洗上地を形成する。下流域では、沖橋川などを分派しつつ三角州、関拓地を形成し、同県柳川市、山都町、坪本道県宮山市、高田町昭和会の境界から、有明海に注ぐ。流域内人口約18万8千人。川床勾配は、上流部では、約1、80から1。 200程度と急勾配であり、中流部で約1、350から1、700程度、下流部では約1、2000から1、1万程度となっている。矢部川の流量は変動が大きく、古くから洪水や灌漑を引き起こしてきた。この流量の変動を調節するために、石の建設やクリークを使った利水が発達した。また、1959年には治水、 利水を目的とした日向上ダムが建設された上流から出展、矢部川水系河川整備計画福岡県、ありがとうございます。